皆さん、どうも、こんばんは。こんばんは。クリスチャン YouTuber の鳥本です。Praise God! Praise God! お願いします。はい、今日はですね、クリスチャン YouTuber としての第1回目の投稿です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日のお題はですね、こちらです。でらん、私が教会に行くようになったきっかけについて話していきたいと思います。僕はですね、関西大学出身です。関西大学の学生時代、1回生の時ですね、僕の英語の授業に外国人、まあ、アメリカ人10人ぐらいがいきなりこう授業にぶっ込んできたんですよ。それで、僕、田舎出身なんで、あんまりこう、外国人と、こう、会って話す機会なんてなかったんで、めっちゃテンション上がっちゃって、うわーいみたいな。How are you? What's your name? とか、めっちゃこう、うわーいってやりながら、こう、仲良くなりに行きました。で、結構、ノリよく行ったんで、仲良くなれちゃったんですよね。で、こう、そっからはもう、彼らと学内で、ランチとか、なんか一緒に遊ぶようになったりもして、結構仲良くし始めたんですよ。それで遊んでったら、彼らに、今夜パーティーがあるから来ないって誘われたんですよ。で、なんかめっちゃ面白そうやったんで、あ、行ってみようと思って、行ってみました。そこで連れて行かれたのが実は、教会やったんですよ。で、僕、その日はね、そこが教会やって全然分かってなくて、ただただなんかこう、建物内に、こう、入らされた感覚でした。それでパーティーがあったんで参加したんですよ。で、そのパーティーはね、もう、また外国人がいっぱいおったんですよ。だからもうめちゃくちゃなんかもう、僕もテンション上がっちゃって、もう、うわーい!ポーン!みたいな感じでこう、もうめちゃくちゃ勢いよく行ってたんですよ。で、もうめっちゃ楽しくなっちゃって、で、やっぱ、まあ、英語を話す勉強がめっちゃしたかったんで、やっぱりこういい機会として、こう毎週そのパーティーに行くようになったんですよ。そのパーティーの名前っていうのが、フライデーパーティーっていう名前でした。フライデーパーティーは、J ハウスっていう教会が主催してる、金曜日の晩にあるパーティーです。プログラムとしては、はじめ歌、賛美から始まって、で、次に、メッセージの時間があって、で、まあ、ゲームの時間、みんなで楽しく遊ぶ時間があって、最後、こう、スモールグループ、少人数に分かれて、こう、話す時間、みたいなのがあって、最後、終わりっていうパーティーなんですけども、これがね、もうほんま楽しくて、僕もね、毎週行きました、欠かさず。もういつしかね、僕がそこのこう、居場所になったんですよね、僕にとっての。これがね、僕が教会に行くようになったきっかけです。はい、今日は、第1回目として、私が教会に行くようになったきっかけについて話させていただきました。次回はですね、また続きがあるので、お楽しみに。第2弾もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ!ありがとうございました!バイバーイ!みんな次も見てね!バイバーイ!